公共曲第3番、プラネットアースは、ヨハン・デメイの作曲した、還元楽と女性合唱、あるいは吹奏楽と女性合唱のための公共曲。公共曲第1番と第2番が当初吹奏楽のために書かれ、その後で還元楽版が作られたのに対し、最初から還元楽のために書かれたデメイの初めての公共曲となった。 第2番はニューヨークの街への昇華であったが、第3番は対象を大きく広げ、地球への昇華として書かれた。あらかじめ録音されたサウンドエフェクトが登場する点は、第2番と共通するものの、前2作とは違った音楽語法と手法を用いたとデメーは語っている。またこの作品では、グスターブ・ホルストの組曲、惑星に習って第一楽章と、 第三楽章に六部の女性合唱が導入され、重要な役割を果たしている。水槽楽版は2006年のコルチャーの国際水槽楽作曲コンクールに出品され、2位に入賞した。全三楽章からなり、演奏時間は約50分。各楽章はサウンドエフェクトで連結され、切れ目なく演奏される。また、 作曲にあたっては何らかの物語を描写しようとしたものではなく他の作品と同様に喚起されるイメージはあくまで抽象的なものだとで名は述べている。ありがとうございます。